これで最後僕はいつも軽い重量でサイドレイズ、あの結構上までのサイドレイズやって終わりって感じですね。チューブはラストに終わらします。まあ、とにかくもう高く上げて収縮、最大収縮させる感じですね。これも上でネガティブで下ろすような感じで、でチーティングではしっかりこの上で上げ切ってあげて、でなんとですね、ここに折り目をつけるというか、体をちょっとこうグッてこうしっかりチーティングで収縮させてあげるというか、そういう感覚ですね。最後のその最大収縮の部分を狙ってます。回数はもう上がるまでって感じですね。チューブはこんな感じで、よいしょ。